金閣と銀閣の進行を止める。奴らの元に急ぐぞ。おう。ダルイ隊長、そいつは暁のカグズです。かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。お前は今日ここで命を落とす。いくら傷をつけようが俺は倒れん。強さは認めてやる。だがここまでと。そう、こっちは急いでるってのに。今だ。しかし随分と妙な運動をしているんだ。間合いが広い。一気に距離を詰めて叩くしかないか。成功です。このまま撤退させます。よし、あとは金閣銀閣の相手だ。やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。なんだお前、低俗な忍びごときが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。すぐに黙らせてやる。やるぞ銀閣。おうよ金閣。
不甲斐な。今の島の力だ。暗いな。さあ、よっと。いざ、パーツ。さあ、よっと。よっと。ここまで抵抗するとはな。やるぞ、ギガ。どうよ、金だぜ。時代は進んでる。金と銀が光っていたのはもう前の時代なのに。あんたたちの悪行もこれでおしまいだ。金閣、銀閣。なんだ。しまっ。持っているものの呼びかけに応えるだけでターゲットの声を録音し封印する。かつてあんたたちが持ってた最強人具だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。雲に二つの光ありと歌われたこの俺たちが、こんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ。金と銀のメッキ、剥がすことになっちまって、すみませんね。よし。金閣銀閣は封じた。大事部隊、ここから巻き返すぞ。うわどうした。海岸線にあった大きなチャクラが2つ消えた。本当か。現地からの連絡が入った。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マブイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする。すでに海岸線に羊殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだ。ええ、この機を逃す手はありませんからね。感染を抑えることができる。頼むぞ、みんな。金閣銀閣を抑えるまではうまくいったが、まだまだ敵の数が多い。白いやつはまだいい。
江戸転生された忍びが厄介だ。奴らをどうにかしないと。正気は。すまん、待たせた。キツさん、ここの戦いが最も激しいと連絡を受けた。第二部隊の一部を援軍として連れてきたぞ。他の部隊からもいくらか戦闘員が回されてきてるはずだぜ。正直助かります。どうした、動きが遅いぞ長次。なんでこんなことになっちゃったんだよ。しっかりしろ、覚悟決めたんじゃねえのか。私たちがやらないと他の人たちがやられちゃうのよ。分かってるけど、相手はアスマ先生なんだよ。今の俺は敵でしかない。死んでる人間だ、容赦はいらん。でも無理だよ、僕は先生を殴り倒すことなんてできない。どうしてだ長寿。ダメだ、長寿のやつ完全に戦意喪失してやがる。クソ、体が勝手に来るぞ。戦闘開始。そうか、全力であんたを止める。ダメだ、僕にだって必要ないよ。俺を相手に戦うことなんてできない。もちろん長次、俺たちはもう守られるだけじゃないぞ。今は守る側だ。アスマに己の子を殺させる気か。優しさを吐き違えるな。逆に敗戦しそう。一緒に十番として多くの任務をこなしてる。だけどあんたは君のあたり明日と戦ったことは嫌よ。でもアスマ先生は一歩下がらず忍び連合のリスクを最小限にして止められる。強くなったのに。おかげだ。そっから、もう終わりにしようぜ。ダメだ、この程度じゃまだ封印することはできねえ。やるのと言いたいとこだが。クソ、まだ浅いか。すぐに復活しやがる。やっぱり私たちだけの力じゃ。長次、僕はお前が真に守るべきものは誰だ。守るべきものの意味を吐き違えるな。お前も誓いの言葉を口にしたはずだ。先生、自信を持て。今日からお前も一人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕、結婚できるかな。長次、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持て。自然になんとなく変わっていくんだと思ってた。大人になってけば自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。誓いはただの儀式だと思ってたけど。長次。さあ長次、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我、ここに誓う。秋道十六代目当主として、十五代目より託されし誓いを、
17代目へと成りゆくわらべへと託す。我秋道長次は山中なら両一族を守り、木の葉を守るため、いざさなぎから長へと戦い。長次、そうだ長次、その顔だ。さなぎの殻が思ったより硬かったか。さて、こっからは飛べるな。もちろんやるぞ、いいな。来い。戦闘開始。マスマ先生を僕が止める。みんな待てよ、俺たちは長次のフォローだ。それさえありゃ、お前は誰よりも強い忍びだ。今は誰よりも自信満々のいい顔してやがる。お前らにはもう何も言うことがない。まさに完璧なイノシカ長だった。先生。アスマ。アスマ先生。ありがとう。よく頑張ったな。行こう、二人とも。長次。僕がこの戦場を終わらせる。
だからしかまる、イロ、協力頼むよ。ああ、長次、あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。報告。海岸線の戦いにおいて忍び連合軍が奮闘。各部隊の協力もあり、敵数が大幅に減少しています。よし、どうなることかと思ったが、海岸線もこのまま忍び連合がもらったな。これで1日目は終わりだ。すぐに2日目の作戦を考えねばな。第4を除く全ての部隊が勝利を収めたとはいえ、敵はどんな切り札を持っているかわからない。2日目も今日同様、慎重に。なんだと。ん、どうした、井之一。緊急連絡だ。海岸線に念をした忍びが出現。それにより戦場が大きく動揺している模様。念をした忍びだと。まさか内葉マダラか。その可能性が高いでしょう。頭自ら動いてきたか。戦闘の終わった瞬間を狙ってきやがったのか。警戒が最も緩む瞬間を狙って。内葉マダラ、なぜ今になって現れた。気をつけろ、みんな。助けはなしか。いいだろう。ならこれをくれてやる。口寄せの術。なんだあれは。でかすぎる。喜ぶがいい。こいつと遊べる機会はそう多くはない。行け。どうもぞ。くそ、めちゃくちゃやりやがる。僕がやる。僕が止めてみせる。正直超バイカナジャン。それまで持ちこたえるんだ。分かった。
しているぞ、超人。よくやったぞ、超人。大丈夫か？うん、僕は。でも、やられたな。まさかあんな化け物を出してくるとは思いもしなかった。じき夜だ。一時収束して夜襲に備えての睨み合いになる。戦局は一気に不利になった。本部との連絡を密にして立て直すぞ、ダルイ。分かってるっす。
うまくいかねえ。コントロール完成。まだまだ。うまくできたら完成。ガヤガヤ。なんかこうコツがつかみきれてねえんだよな。ってわけでもう一度話させてくれよ。タグ、仕方ねえな。おっし、ハッタ、悪いけどもう一度コツを教えてくれ。またかよ。つうか前に教えた以上のコツなんてねえぞ。え、そうなの？リーと拳を交えるやり方がコントロール成功の近道だ。繊細なコツなんて教えてもお前には無理だろ。努力と根気で身につけろ。おお、ハッツンっては俺のこと分かってんな。しかしお前も慣れ慣れしいというかおかしなやつだな、ナルト。こうして面合わせて話すようになったのはちょっと前からだってのに物おじしねえし。え、なんでハッツァンに物おじしなきゃいけねえんだよ。なんでって、ナルトの度胸は超度胸。誰でも仲良し、なんかよし。旦那、お前とそっくりだ。おいや。まあいい、さっきの話に戻すが、コツはもう言い切った。アドバイスはもうできねえぞ。おっちゃんもハッツァンも言うんならそうなんだろうけど、でも言い訳して言い訳ない。今はとにかく拳を交える必要、手加減なしの手合わせ、これ必要。オッケー、すぐに始めるぜ。レッツスーパーバトル、イエー。おっと、返事がないぜ。変だな、ナルト。あん、おおっ。戦闘開始。それは無敵で素敵。瞬間使用でしっかりじゃないと攻撃が使える。分かってましたかよ。何かやってんのか。なかなかの攻撃。でもコントロールはできてない。ハートに全く来てない。つかどうした、さっきからなんか引っかかってるようだな。うん、実はさっきからいろんなとこでチャクラがぶつかり合ってる感じがしてさ、それがどうにも気になって。そりゃ気のせいだな。ここはチャクラを中からも外からも遮断。中のお前がチャクラを感じる、それ悪い冗談。ナルトのやつ感づき始めてるな。しかしこの部屋でなおチャクラを感じ取る感知力だ。このまま嘘は突き通せんぞ。どうする、ビー。何が。何がって、お前ちゃんと作戦聞いてなかったのか。
雷影から極秘裏に命令受けてただろ。ナルトを監視して外に出すなってよ。ああ、そういえばそんなこと言われたか。仕方ねえ。集中できないナルトに朗報。場所を変えるぜ、こっちに。イヤッホー。この先ならさらに集中。コントロールはすぐさま集中。うん、押す。考えたな。確かにこの中ならさらにチャクラを遮断できる。さっさと続きを始めるぞ、チャゲランチョ。ちょっとだけならいいよな。やっぱ外のチャクラが気になるし、専任モード使って調べてみるってばよ。止まれ、ナルト。イルカ先生、なんで、なんでイルカ先生までこんな島に。この島での追加任務が出た。俺はその応援に来ただけだ。追加任務？今ちょうど未確認生物が出て、そいつを確認しなきゃならない。なぜなら、俺ってば、いくつものチャクラがぶつかってるのを感じた。それと関係あんのか？そうだ。そいつのせいで外ではちょっと騒動になってる。とはいえ、まだ完全に実態がつかめたわけじゃない。調べが終わるまでもう少し時間がかかる。じゃあ俺も。今回の調査はいろいろと神経を使う。それに繊細な部分もある。お前には不向きだ。だから結果が出るまでお前にはこの奥で待機しててほしいんだ。結果が出たら連絡を入れてやるから。なんだイルカ先生の態度、なんか、もしかして。どうしたんだ？そんな生物がいるんなら、俺が抑える。自分で確かめさせてくれってばよ。ナルト！で感知したか。なんでこんなことになってんだってばよ。もう隠し通すことは無理だな。イルカ先生、戦争だ。マダラが仕掛けてきた。どういうことだ。仲間が戦って苦しんでんのに、なんで俺に黙って隠す必要があんだ。この戦争はお前を守るための戦争だからだ。俺を？マダラは全勢力での戦いを仕掛けてきた。九尾と八尾を奪取するためにな。九尾と八尾を取られてしまえば世界は終わりだ。お前を守ることがこれからの未来につながる。そのためにみんな命がけで戦っている。ナルト、お前は己と戦え。ここは我慢の時だ。死に意味を見出そうとするが、あるのは痛みとどこにぶつけていいかわからない憎しみだけ。ゴミのような死と永遠に続く憎しみと言えない痛み、それが戦争だ、ナルト。これからお前が立ち向かうことになってくるものだ。俺の役目はここまでのようだ。ナルト、お前だったら本当に。さ、戻ろう。この戦争は全部俺一人で蹴りつける。憎しみも痛みも全部俺がまとめて引き受ける。俺の役目だ。ナルト、話を聞いてなかったのか。
お前の中にはキュービがいるんだぞ。大人になれ。少しは俺の言うことを。イルカ先生は、イルカ先生は俺を一番最初に認めてくれた。俺にとって大切な先生だ。そんな人がキュービのことばっか気にして、俺のことは信じてくれねえのかよ。ナルト、俺は…ナルト…言っちまったか、バカ野郎、この野郎。あなたは、キラー B さんですね。アオイヤオ。あなたにお願いがあります。ナルトを守ってやってください。俺にとっちゃ、あいつは弟のようなやつなんです。でも俺には守れるだけの力がありません。厚かましいお願いだとは分かってますけど、俺にできるのはこれくらいで。だからお願いします。どうかナルト。ノー、やり方が違う。タンガン、拳を俺に向けろ。タンタン。え、こうですか。了解だ、バカ野郎、この野郎。ありがとうございます。ん？そうか、あんただったのか。いいのかよ、そんな約束しちまって。お前はナルトの見張り役だぞ、本来。この男が止められなかったんなら、誰が止めても無理。なぜなら、ナルトの心の中に常にあんたが見えた。あいつの心理。ナルトの中に俺が。ナルトに何をしたか知らねえが、どうやらあんたはナルトにとっちゃ特別でも、俺のラップは軽蔑。ナルトはあんたからもらったもん全部自分の中にきちんと取ってある。今日まで、あんたの言葉がナルトを守ってきた強力。ナルトのことは任せておけ。お願いします。第8章、二つの太陽。なんだと、それは本当か。はい、八尾のビードの、そして九尾の渦巻きナルト両名が島亀を抜け出したとのことです。つなで、お前が島にあった説得役はどうした。失敗したってことだろ。たらくイルカのやつ。どうします。B がいる以上、人中力はわしが直接出て止めるしかない。つなで、お前も来い。それはいいが、本部での判断はどうする。木の葉の資格。了解しました。こちらはお任せください。行くぞ。ナルトのやつ。ここは…つくづく関心のスピード、追いつくにも一苦労。 B のおっちゃん、ついてきたのかよ。一人で行かせりゃ危なっかしい。お前の行動、支障なかし。え？お前を守ってくれってな、あのイルカってやつに散々頼まれた。イルカ先生が？二人は不器用。でも、愛があるよ。生きて帰るぞ。ああ。そりゃ当然のこととしてだ。これからどうすんだ。キュービチャクラモードは悪い感情を読み取れる。なるほどな。その悪の感情が強い場所に行けば。そこが戦場のはずだ。
All right. そういうことなら俺様ジュジュン、お前を追いかけ進むぜジュンジュン。行こう。